とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこの装備、使っていこうと思います。武器はホークブランドの重力リフレッシュ追い打ち虚無。で、防具は勇者のアーマーのヘルスシナジー、ポーションバリア、クールダウン、サプライズギフト。で、弓は冬の指先の、連鎖反応、バーストボーストリング、クールダウンショット、アーティファクトチャージですね。で、アーティファクトが、羽、ドラ、キノコです。ドラと、サプライズギフトのパワーポーションか。あれでものすごい火力を出すことができますね。では、行きます。これ無理。ああいうのは無理。あ、ちょい。まあまあ、ある程度のダメージは、ヘルスシナジーで回復することができます。で、やっぱこれがね、パワーポーションが出たときに、ドラと合わせて4倍ダメージを出すことができるので、ものすごく強いですが、ちょっと待って、これ、矢が足りないね。ああ、やっぱ羽使うと矢が足りないな。ちょっと、これは増殖しながら行った方がいいかもしれませんね。ちょっとこれ、あ、矢が出た。ちょっと待って。あ、矢出るね。ここで、ちょっと、増殖させましょうか。もうこいつ。OK。ちょっと待って、旗を取って。あ、ここ。羊を攻撃して、ちょっと矢を増殖させますね。増殖完了。1200本あれば、十分でしょう。 OK。 あー、ちょっと待って落ちた。パワーポーション、あの、絶対出るわけじゃないからね、パワーポーションが、絶対出るわけじゃないんですけども、まあ、出やすい。あ、出ないな。出た時の火力はすごいよ。落ちた。オッケー。やっぱ勇者とこの相性がいいっていうのがね、いいですよね。あ、パワーポーション普通に出た。あ、勇者との相性抜群です。ちょっと待って変更だった。あ、だね。オッケー。変更来てもまあまあ大丈夫ですね。OK。でも極力、キャプテンは倒すようにしていきます。いくぞ。すげえな。すごいな、ここ。あー、ちょっとね。OK。できるだけ倒して、リフレッシュを発動していきたい。よし、OK。固まるね。なんかここえらい重い。めちゃくちゃ固まる。これ落ちるんじゃないか。あ、大丈夫。あ、防護ね。やたら硬いと思ったら、あ、防護がついてた。ちょっと待って、すごい。なんだこれ。ちょっと待って、ここすごいって。敵えぐい。 OK。この棒もよ、こいつよ、めちゃくちゃ硬い。 OK。 あ、で、あれか、最初の神秘でプレイヤーダメージが 20% 減少してるのね。いける、それでも大丈夫か。おいって、なにこれ。ちょっと待て、おいって。雲で固まりられた。すげえな、この数のやけどってむちゃくちゃ痛いね。めちゃくちゃ痛い。 OK。 こっち側はいないね。あそこはあの洞窟があって、エンダーセントのネーブロのやつが確か出てくるところだもんね。あー、でここが
こ、あ、あれか。おいって固まるなって、もうほんとやりづらい。よし、まだ先か。よっしゃ、ちょっとトゲがいた。よっしゃ、とにかくパワーポーションをちょっと切らさないように戦っていきましょう。あ、矢はたくさん出るね。これ増殖しなくてもいけたかもしれないですね。ああ、てかパワーポーション取ってしまえば弓で倒せる。ああ、羽ピョンの弓で全然倒していけるね。これそんな火力ないですよね。いや、あるのか。もう、まあまあ、パワーポーションの効果でしょう。2倍の強さよね。で、それに、これはドラも入れることができるので、4倍で、むちゃくちゃダメージが上がる。OK。では、先へ進みます。中間地点過ぎましたけども、キャプテンは、いないね。うん、この先はもう多分ないと思うんですけども、あ、でもいいね。4倍ダメージの時がもうとんでもない火力。うん、4倍ダメージの火力えぐいな。 OK、 どんどんいきましょう。あー、パワーポーション切れた。もうすぐに使っていってどんどん出していった方がいいのか。うん、たまにこの影のブリューが出るんで、時は取っといて緊急の時に使えばいいんでね。おお、あ、サプライズギフト本当使い勝手いいな。よいしょ、待て待て、危ねえ。パワーポーション取っていくぞ。危ねえ、危ねえ。 OK、 よっしゃ、ナイスナイス、火力素晴らしいね。もうちょっとね、キャプテンがいてくれれば面白いんだけども。 OK、 ナイス、いいね。いや、敵がね全然ぬるいのよ。デイリー3でプレイヤーダメージが減ってるはずなんだけども、なんか全然ぬるい。もうちょっと打てても全然いいんですけども、ちょっと逃げないで、逃げるなよ。しゃっ、待て、よし、 OK、 まず開けたい、まずは開けたい。あ、逃げられる。よし、逃げるな逃げるな。よっしゃ、あ、え、クリーパー、あ、クリーパーだね今のは。そうか、そう、もう完全にやられたわ。 OK、 大丈夫大丈夫、あと1回。いや、もうやられちゃダメだけどね、もうやられちゃダメだけども、大丈夫、やられない。危ねえ。 OK、 ああ、もうしっかりとね倒しながら行こう。うん、そうするともうやられることはないでしょう。キャプテンはいないのかい。お、あぶね、ちょっと待って、あぶね、あぶね、あぶね、雲にやられそうになった。あ、こっちもゴールだわ。ってことはこっちにキャプテンが、うわー、戦いたくねえこいつ。よっしゃ、戦いたくねえやつがいる。うわ、何これ、ひどいわ、これひどい、これマジでひどいぞ。固まるなって。よっしゃ、よし、これはひどい。あ、これエンチャンターだな原因は。うん、いや、その前にちょっと待って、これちょっと回避しないと無理だ。
旗を取れとりあえず、ちょっと待て、もういないね、多分。おお、よし、これひどいって、これ普通じゃ無理だって、こんなん勝てるか、こんなんを。よし、 OK。 でこの上にいるかもしれないので一応見に行きましょうか。いるね、いるな、 OK。 やったろうじゃないの、バカ野郎、あぶねえ、ちょっと雲、雲のバカ野郎これ。よし、 OK、 OK。 何、ああ、まあいいや行きましょう。あぶねえ、ヘルスシナジーついてなかったらだいぶやばかったかもしんない。オッケー、ちょっとナイトモードついてますけども、行きましょう。変なエンチャントが来たらちょっとやられるな。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。まあまあしっかりと倒して、おいって、固まるなって。よっしゃ、ナイス。やめろよやめろよ、オッケー。あ、待って待って待って、もう、よっしゃ、緊急避難用の影は確保した。もう敵が出るたび出るたびにちょっとポーションバリア耐えていかないと、これは死ぬ。 OK、 OK、 OK。 待てよ待てよ、 OK。もう雲が本当に欲しい。よし、まだ、あー、 OK。 よしよしよし、 OK です。いやー、なかなか大きかったんですけども、やっぱりね、この装備いいですね。ホークブランドに、まあ勇者のアーマーのサプライズギフトよ、勇者のアーマーのサプライズギフトはすごくいい。プラスでドラとキノコ、間違いないですね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。